ジェニーです。フロント、今日はですね、私が超ドライスティックじゃなくて超ドストライクのものを紹介しようと思います。私思うんですよ、唇が乾燥した時とか、なんか荒れちゃったなっていう時に使うのがリップクリームですよね。でもちょっとおしゃれさにはかけます。唇を可愛く見せたいなっていう時の定番はグロスですよね。でもちょっと気合い入れすぎなのかなって思うこともあります。I have a lip cream. I have a gloss. Opera R Sheer Lip Color. これはですね、まあ実を言うとリップクリームとグロスを足したっていうよりかは、口紅プラスリップクリームプラスグロスっていうものになっています。色は10色ありまして、ちなみに私はオレンジコーラルっていう色を使っています。こんな色になります。ちょっと前はその赤物赤みのある色、濃い色がすごい人気だったんですけど、春先っていうことなので、今はこのオレンジコーラルっていう色が一番人気あるそうです。つけてから時間が経っても潤ってるし、色が濃いわけでもないし薄いわけでもないので、すごいナチュラルカラーでとても可愛いなって思います。本当にこのリップはすごいナチュラルな色になっているので、学校につけていってもバレないんじゃないでしょうか。違うか、私が 1,2 年前からずっと使っているリップなので、すごく個人的に紹介したかったです。よかったらチェックしてみてください。今日の動画を見てくださってありがとうございます。この動画がいいな、もっとこういう動画が見たいなっていう方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆様はおすすめのリップとか、逆に紹介してほしいというリップはございますか？よかったら下のコメント欄に書いてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。